2024年5月の3日8時17分です。お休みなのに早起きできたのはね、飼い主が寝落ちたからだよ。寝落ちましたね。はい。で、今日は一応 8g だけいつものソフトペレットが入ってるんですけど、容器に入れ替えて今使ってて、容器に入れ替えをすると、なんか若干炙れるんですよね。88で 20g 弱ぐらい炙れるんですよね。だからちょっと今日入れたけど、ハードペレットね。うたげさんの食べてるのと同じハードペレットだけでも食べてくれるっていうのが分かったから、できれば早くハードペレット使い切ってしまって、同じものに統一したいなって思ってるので、まあ、そのハードペレットを全部消費するまではちょっとハードペレットオンリーでねねさんにも食べてもらおうかなと思ってます。で、昨日ね、寝落ちちゃったんで、水の補充忘れました。ごめんな。後で体重測ったらすぐ補充します。こっちはね、全然余裕なんだけどね。一応、一日おきに変えるようにはしてるんだけど、まあ、一日でもこれぐらいしか、一日と半分か、でもこれぐらいしか減らないから、まあ、いつもは多少サボったところで大丈夫なんだけど、ね。で、わかりますかね？あそこに黒池が落ちてるの。実は昨日、すずさんがこの中に侵入してしまってて、ここの隙間を埋めるのをさ、この使ってないローテーブルでいつもやるんですけど、これを昨日こっち側に横向きにしてて、そっちの方が隙間が、この隙間が開かないからさ、横向きにしてたんだけど、そしたらベッドに登ってきて、そっから自分らのケージの上に登って、さらにそっからここに、ここ入れるんだね。この隙間も全然入れるみたいで、そこ経由でこう入ってしまったっていう。今までなかったんだけどね。ただまあベッドに登れるっていうことは、まあ普通にね、ウサギのケージの上も登れるので、普通に。今までなんでやんなかったのかがちょっとよくわかんないけど、ただまあ入れるということが分かってしまったので、今日以降は、ここに目隠しのやつをかけるんじゃなくて、デスクから引っ掛けてちょっとここも、その目隠しで覆ってしまって入れないようにする必要があるなっていう感じですね。多分それで大丈夫だと思うけど。で、まあ、他のウサギの痕跡があるのよろしくないので、この後掃除をします。ちょっとイレギュラーにはなっちゃうんだけど、掃除をします。で、ケージの中に入る前に、すずさん引っ張り出せたので、大丈夫かなとは思うんだけど、その後、ねねさんが木箱を確認してたんだけど、まあ、特に確認するだけで、なんかアクションは起こしてなかったので、心しも多分してないとは思う。してないとは思う。多分、まあ、ここ数日からして、夜から早朝にかけては上げてないんじゃないかなとは思うんだけど、ちょっと今日のね、お昼に上げてくれなかったらちょっとあれだね、心配というかまあ育児放棄してるかもみたいな。昨日体重測定もね、結構な負担をかけてしまったので、ちょっとまあ今日、授乳が確認できるまではちょっと、心配だなっていう感じではあるんですけど、特に食欲が落ちたとかその他なんかちょっと変わったところがあるっていう感じではないですね。大丈夫だと信じたいけど。で、今日からちょっともうスプーン限界だって昨日言ったじゃん。だから軍手で二重にして、ねねさんの匂いを染み込ませた軍手でちょっとお子たちの移動を行っていこうかなと思うんですけど、まあ軍手越しとはゆえね、手に赤ちゃんを乗せるっていうのがちょっと
ね、昨日、デカ子ちゃんだけチラッとやったけど、まともに乗せるのが初めてなので、若干ちょっと緊張しております。で、軍手しちゃうとね、ペンを握るのはちょっと抵抗があるので、動画を見ながら後で記録はつけたいと思いますが、現状こんな感じですね。昨日は5匹全部 5g から 10g ぐらいか？結構ドカッとみんな増えてくれてたので、心配だったおチビちゃんもね、ちゃんともらってるので、はい、こんな感じですね。よいしょ。よいしょ。今日、なんか綺麗だね。比較的ね。あ、そう。昨日の食事量に関しては、前日と変わらず、アルファルファを3つかみと、チモシーフィーダーにチモシー1杯。で、ペレットがいつもの3倍、いつも 12g 食べてらっしゃるので、いつもの3倍 36g っていう形です。朝も、変わらず 36g。で、チモシーは食べ放題。っていう形です。一応食事量落ちてないし、育児放棄はしないと信じてるんだけど、どう？ねねさん。どう？やっぱ眩しいのかな？潜っちゃってるね。なんか、もうだいぶタオルを必要としなくなってきましたね。というわけで、一匹ずつ体重見ていきます。誰から行く？なんかもうスプーンじゃなくてグンデだったらなんかもうどこからでも掴めると思うんだけど。毛づくろいかわいい。じゃあちょっと心配なおチビさんからいきましょうかね。なんか体がちっちゃいとね、やっぱなんとなく心配になっちゃうよね。昨日ガツンと増えたから大丈夫だと思うけど、これがおチビちゃんだね。おチビちゃん。まあやっぱり軍手してるとね、あんまり。温度とか、もろもろは。わ、でも若干あったかい。大きさ、こんな感じ。私の手がそんなに大きくないからあれだけど、わあ、あんよの感覚はでも伝わってくる。あ、落ちちゃう、落ちちゃう。結局落ちるんかい。よいしょ。前足。指先だけって言ってたのに、そうでもないね。かわいい。ごめんごめん。はい。58g。前回は？ちーちゃん。59g。まあ、朝はそんなもんだよね。まあ、大幅に減ってなければ大丈夫でしょう。じゃあ、デカちゃん行こうか。よいしょ。でかーい。目の色はちょっとわからんな、まだ。落ちる落ちる落ちる。よいしょ。今までこんなことなかったのにな。びっくりだよな。104g。昨日も 104g だよね。うん。一切変わらず。じゃあ、黒組からいこう。よいしょ。うわー、めちゃめちゃ可愛い。ほら見て、足先が白。待って、お手手も見たいな。ちょっと待ってみて、面白い。結局落ちるんかい、君らは。見て。
裏から見るとね、足先だけ白いのがすごいよくわかる。めちゃめちゃ可愛くない？この足先白いっていうの。目の色はやっぱまだわからんね、はっきりと。79。首白ちゃんは前回どれぐらい？ 80。だからまあそんなもんか。揺れてる まだグレー組は目が開いていなさそうですね。不思議だね。いや、なんかもう動きが本当にウサギですって感じ。はい、じゃあごめんね。じゃあ初日組からね。前足だけ白いね。もう片方のアインはどうなの？あ、ちょっと白いかも。尻尾、やっぱりそうでもないかもね、濃さ。濃いかもって言ってた時期あるけど、やっぱ濃いか。ごめん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 。はい。あ、目開いた？開いとるやないかい。え、開いてたよね今。ちょっとお目目見せて。ピンポイントでお目目が見たいんだけど、君。グレイちゃん、グレイちゃん。なんかさっき、こっち側の目が開いてなかった？なんかやっぱり一番はっきり開いてんのデカちゃんだね。いや、そうでもないか。みんな黒組はバッチリだね。なんかわずかに開いてない？なんかうっすら開いてる気がするんだけど。天心薄色ちゃん。今一人残されて寒いだろうから、テキパキと、テキパキと行きましょう。ほいでこしろちゃん。おとなしいな。そっちは白いけど。嫌なんだね。74かな。首しろちゃん。おや？首しろちゃん昨日80あったんだけど。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。本当か？あ、首しろちゃんじゃなくてデコしろちゃんか。じゃあ合ってるわ。見るとこ全然違った。はい。デコしろちゃんは昨日 75g だったので、74ならまあそんなもんだよねって感じだね。私昨日から思ってるんだけどさ、朝の体重測定いる？体重全然変わってないじゃんだって。
ね、変わってないじゃんね。うん、グレイちゃんの目が開くまでは、どのタイミングで目が開くのかっていうところで、朝もちょっと様子を見ていいかなとは思うんだけど、それ以降は別に体重そんな朝晩で変わらなくて、ね、一日でもこんだけ増えてんなら問題なさそうだしね。あとなんか誰かおしっこしてるんだけど。うわあ、めっちゃ汚れてる、おしっこで。待って、ダメだこれ。待って、待って。なんか適当に。ちょっといい？ヒミラ、アンヨが汚れてるでしょ、多分。あんよ汚れてるでしょう。うわっ、うわっ、汚れた足でカイカイするから。なんかやっぱりさ、タオル敷いてからやった方がいいかな、体重測定。すごいねねさんの毛の繊維がめっちゃ体についてるのが気になるんだけど。みんなお手手汚れてるんだけど。デカちゃんがもうすでに足取りが結構しっかりしていらっしゃるね。お目目も結構パッチリだしね。なんか丸顔なのがデカちゃんだけで、あとはあんまり丸顔のね、あれがないんだけど、傾向が まあこれから変わってくるんだろうけど。あ、開いてる目が？わずかにだけど開いてるね。完全ではないにしても。開いてる開いてる。まあこの毛の色の濃さはやっぱブルーアイはないだろうなとは思ってたけど、そうだよね。ちょっと濃いめの色だね。やっぱりブラウンなのかグレーなのかはちょっとこの段階ではわからんな。反対は？開いてる開いてる開いてるわ。なんかもうちょっとパッチリ開くのには時間がかかりそうだけど、開きそうじゃない？なんか若干ね。あ、こっちのお目目はそうでもないね。結構しっかりつむっていらっしゃる。ねねさんの匂い気になるのかな？
なんか、軍手もぐもぐしてる。もぐもぐというか、なんか、多分乳首探る感じの動きなんだろうね、これ。歯が軍手の繊維に引っかかってる。ママじゃないんだ、ごめんね。でこしろちゃんがお目目開くの最後になったね。でかちゃんが一番パッチリしてる。はい、というわけで、よいしょ。だいぶもう重いんだけど。ちょっとまあ昨日ねねさんにいろいろあったので、ちょっとストレスをかけてしまったので、ちょっと育児放棄がやや心配なところはありますが、まあ小殺しとか全然してないし、木箱直後に気にしたりもしてたので大丈夫だと信じたいですね。うん、開きましたね、グレイちゃん。全身グレイちゃん、目がね。じゃあ戻しますか。よいしょ。本当、いつまでも見てられるのでダメですね。本当、時間が溶けてしまう。とりあえず、そこの、掃除と、お水の補充をさっさとしなきゃいけないので。おやおや。おやおや。あれはデカちゃんだと思うんだけど。うん、自力で戻れるんならいいけどさ。お乳もらい破れるよ。
それあんま綺麗じゃないと思うんだけど。もうチモシー食べんの？ちょっとそれはあんま綺麗じゃないと思うよ。ちょっと待って。もう食べんの？早くない？見守るべきか、戻すべきかで、ちょっと悩んでる。なんかこれはよちよちっていう感じだね。なんか自力で戻れるならさ、移してやる、わざわざ移してやる必要ないじゃん。だからちょっと自力で戻れるのかちょっと見たいんだけど、わからんね。なんか戻れないのか戻る気がないのかわからないんだけど。あ、戻れるわ。成長早くね？ちょっと驚きましたね。まあしっかり成長してくださってるってことですね。はあ。